橋本ホビーへようこそ。植物愛好家の橋本です。よろしくお願いします。今回はね、これということで、ニンニクをね収穫してきました。今日が5月の26、7、ちょっとね、収穫にしては早いんですが、わかるかな、こんな感じで葉っぱがさ、もう傷んでダメになっちゃってるんだよね。なのでこれ以上ね、球根が大きくなるっていうことがないので、今日のうちにね収穫してきました。でちょっとね、見せるために葉っぱつけて持ってきたんだけど、葉っぱすごくね状態悪いと思います。っていうのが、もうちょっと1週間2週間前に取るか迷う状態まで来てたんだけど、時期が早すぎるっていうので、まあ下が大きくなってないかなっていうので、少しでもね粘ろうっていうことで粘って、この時期なので、まあちょっと状態悪いかなと思います。で玉のサイズはこんな感じで、まあ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 大きくなってるので十分かなと思います。っていうのが、うちのエリアは団地地方で、団地向けの品種なので、そんなにね、すごく立派になるというものではないんですよね。なのでこの辺ぐらいでもすごく立派なサイズだと思います。というかね、むしろ試し掘りしてみてね、ちょっと驚いたぐらいなんだよね。でかっと思って、こんなにね大きくなってると思わなかった。大きいやつでこれぐらいかなって。でちっちゃいのがどっかあったよな、どっかあったんだけど、あ、これか。まあこんなのばっかりかなと思ってたんだけど、意外とね大きくなってて驚きました。じゃあね、ちょっと汚いので、綺麗に整理していこうかな。まずは葉っぱを除菌、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 除菌。でおそらくなんですが、この辺のね葉っぱが溶けてるものっていうのは早めにね食べないと傷んじゃってる可能性あるんじゃないかなと思ってます。で玉ねぎね、このまんま、まあ干すっていう場合もあると思うんですが、もう天気がねもうぐちゃぐちゃすぎて干すも何もないっていう状態なので、葉っぱはねつけずに干します。というかネットに入れて保管します。これなんかもう少しね怪しいですね。こっち側に置いときましょう。でニンニクのね保管方法なんかはちょっとね後で話をねしようかなと思います。とりあえず葉っぱはいけたね。そしたら根っこを落としていこうかな。チョキンとチョキンと、で早めに食べた方が良さそうだなっていうのがこっちと、まあ保存いけるかな、まあ様子見ながらだけどねっていうのがこっちかな。でこの後のね管理方法なんですが、自分はねもう一度洗います。まだねゴミがついてるっていうのもそうなんですけど、この皮のさ汚れちゃってるというか、まあ多分この辺とかって別に、なんだろう、今の状態カビてるとかそういう話じゃないんですけど、カビ菌とかは絶対いるんだよね。なのでまあ腐敗のねリスクを下げたいっていうことで、一回ね綺麗に洗っちゃいます。でこっちは割っちゃうかな、わかんないので、割っちゃった方がいいと思う。こうやって割っちゃって一辺ずつにしてね、保管した方がいいんじゃないかなと思います。中の方もね多分湿ってると思うので、こういう皮がとか茎が傷んでるやつっていうのは、でこの真ん中にさ茎があるんだよ。このなんていうのかな、ニンニクのかけらがこうやって周りについてるじゃない。で真ん中に茎があって根っこがここにあるの。っていうことは
ここのさ、茎が腐ってたってことは、中の茎も腐ってないっていうところで、ちょっと割れるかな。掘ったばっかりだからな。ちょっと今は割れないかもしれない。ちょっと厳しそう。ごめん、強引に割るね。よいしょ。ほら。ここにさ、茎があるんだわ。こいつがさ、腐っちゃってるとさ、結局腐る元になっちゃったりするんで、こういう傷んでるかなっていうやつは、取っちゃった方がいいと思う。ここにもあるか、茎。これ茎か。違うな。こんな感じでね、まあ、またね、バラバラにしていっちゃえばいいんだけど、これは後で綺麗にね、バラバラにしようかなと思うんですが。で、こっちの方は別にそこまでしなくてもいいけど、怪しかったらね、割ってもいいかなと思うんだけど、割ると割るでさ、乾燥しちゃうんだよ。で、乾燥しちゃうんで、まあ、なるべくね、このまんま保管したいんだけれど、あるかな？ちょっと見当たらんな。100均とかでさ、生ゴミネットって売ってるじゃない。ああいうのに入れて、ビニールとかだとさ、これ水分出てきちゃうんで、まだまだね、ビニールの中が蒸れちゃって腐るっていうことになりかねないので、生ゴミネットとかの網状のものに入れて、玉ねぎネットでも何でもいいよ、ネットが手元にあるんだったらそれ全然使ってもらっていいんだけど、みかんネットとかね、そういうのに入れて、直射日光当たっちゃうとやっぱり水分抜けちゃったりとか干からびていっちゃったりするんで、雨も当たらないし日光も当たらないっていうところ。でもあんまりこうさ、なんだろう、ジメジメしてるところに置いちゃうと腐っちゃったりすることもあるんで、まあ屋内とかがまあ一番無難ちゃ無難ですけどね。まあニンニク臭するんで気になるっていう人は縁側とかね、そういうとこでもいいのかなと思うんですけど、軒先とかね、軒の根元の方はさ、結構ジメジメしちゃってたりするんで、軒先ね、軒があって先の方だったら風通しもいいからさ、まあ雨が当たらない程度にね、とかでもいいのかなと思います。一気に言っちゃったんで、もう一回整理するね。ここまで来たらもう一回洗います。怪しいのは一遍ずつに分解します。で、こっちの方は生ゴミネットとか玉ねぎネットとかネット状の袋に入れて保管をします。場所は日陰でも雨も当たらない、ジメジメ しないところ、できれば屋内がいいけれども屋内じゃなくてもいいかな。で、こっちの方は一遍ずつにバラバラにしたら冷蔵庫、これ冷蔵庫に入れるっていうパターンと入れないっていうパターンの人がやっぱりいるんですよ。普通のニンニクとして考えてもらえばいいんですけど、スーパーで買ってきたニンニクを冷蔵庫入れた方がいいよっていう人と、入れない方がいいよっていう人いるんですけど、自分はどっちかというと入れちゃうかな。で、ここからもし来年のね、種、球根、を取るとしたら、状態の良さそうなやつで、大きいやつね、を、まあ選んでね、別に分けて保管しておくといいかなと思うんですけれども、数年に一遍は入れ替えた方がいいです。というのが、やっぱりね、こうやって、傷みかけになってきちゃってるんだよね。で、こういうのってやっぱり、ニンニクの場合って顕著に引き継ぐっていうわけではないんですけれども、やっぱりね、そこら辺はリスクにはなってくると思うので、毎年ね、種を買い替えるっていう必要はなくて、何回かはね、取って使う、取って使うっていうのをしてもいいんですけど、まあ状態がね、そこまで良くないなーって思った年なんかは、もう全部食用にしてしまって、またね、秋口とかに売ってるので、それでね、ニンニク買うといいかなと思います。で、そうだそうだ、これだけのね、ニンニクどれぐらいのね、広さで取れたのっていうと、500っていうプランターが3つ分、1メートル四方もないかな、1メートル ×50 センチぐらいでいけるんじゃないかなと思います。畑とかでやるにしたらね。なので、中国産でも全然いいよとか、すったニンニク買ってきちゃうよ、ボトル入りのね、すったニンニク買ってきちゃうよっていう方はね、コスパ重視で結構準備できると思うんですけど、こういう形のさ、野菜として売ってる国産ニンニクって結構高いじゃない。なので結構ね、ニンニクっていうのはコスパいい作物なんじゃないかなと思います。ただし栽培期間はとっても長いです。秋に植え付けて春ということで、秋冬春
3シーズン、使っちゃうので、そんなにね広い家庭菜園がないんだよっていう方は別のねお野菜を次々ローテーションしていくっていうのも手だと思うんですけれども、1メートル ×50 センチぐらいだったら全然いけるよっていう方だったらね、ニンニク植えとくっていうのもありかなと思います。で、ニンニクのね使い方なんですけれども、自分はね結構ペペロンチーノとかで使うかなと思うんですけれども、唐辛子もね去年も育ててるんですけども、唐辛子とニンニクがあればねペペロンチーノ作れるので、まああとはね具材は好きにしてもらえればいいんですけど、本当のねペペロンチーノってあの素うどんみたいなものなので、実際には、お塩、オリーブオイル、ニンニク、唐辛子かがあれば作れるんだよね。あとパスタ麺だけども、でそこにねお好みで、ベーコン入れたりだとか、まあ好きなものね入れてもらえばいいかなと思うんだけども、なのでね消費自体はね結構できるかなと思います。自分の場合秋までこの状態で残っちゃったよっていう場合には結構ねしおれてくるんだよ、さすがに1年経つとさ。その時は冷凍しちゃってる、めんどくさい時はこのままボンって冷凍庫入れちゃうし、めんどくさくなかったらこうやって一個一個に分け分けしてビニールに入れて冷凍庫に入れちゃうっていうのもありかな。で、手間をね惜しまないよっていう方は、あのボトル入りのさ、すったニンニクとか売ってるじゃない、あの状態にしちゃうっていうのも一つの手かな。あの瓶とかさホームセンター売ってるじゃん、ああいうの買ってきてさ、その中にすったニンニクっていうのを入れとくっていうのも一つ手かなと思います。まあただね、さすがにね工場みたいに衛生管理がねめちゃくちゃ行き届いてるっていうわけじゃないので、個人でやるとね、まあできればそんなにね大量にやるんじゃなくて、バラバラにしてね冷凍しちゃう分と、まあ吸って冷蔵庫とかにね瓶詰めで入れとくっていうパターンと、まあ2つぐらいに分けて、で減ってきたら、まあ冷凍のやつ吸ってボトルに入れてもいいしっていう感じで使っていってもいいんじゃないかなと思います。で、そうだな、団地の方ね、ニンニクの収穫時期ですごく迷うと思うんですよね。うちの地域も菜種梅雨っていうのがしっかり来るんですよね。関東とかの団地はあんまり来ないのかな、菜種梅雨って。梅雨ってさ、よく梅雨前線の梅雨がよく言われるんだけど、それは春から夏にかけての梅雨だよね。だけど、実際には季節の変わり目に梅雨っていうのが必ずあって、冬から春、春から夏、夏から秋、秋から冬のね4回あるんだよ。で、結構ね南の方の団地の地域って菜種梅雨がしっかりあって、で少し晴れて、で梅雨も早いじゃない。だから結構ね、その6月って言われてもなかなか難しいんだけど、梅雨に入る前の晴れ間とかで通っちゃって全然大丈夫。あんまりね気にして引っ張っても大きくならないし、腐っちゃったりするので、自分もねそんなバッチリのタイミングで取れてるっていう感じではないんですけれども、これぐらいのね感じでは収穫できてるかなっていうことでね、今回はこれぐらいにしようかなと思います。これからねまた洗浄して袋っていうか網にね入れて吊るしたりとかしなきゃいけないので、これぐらいにしてね終わりにしようかなと思います。この動画ね参考になったっていう人はいるかな、わかんないですけども、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。 Twitter、 インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。